山南鈴鹿三田悦子組です。南さん、はい、三田選手と、ね、最近よく、タッグを組むんですけれども、はい、コンビネーションはいかがでしょう。組み始めの頃は全然分からなかったんですけども、最近になってよく分かるようになりました。先日のね、はい、LLPW との対抗戦でも、2人はタッグを組んだわけなんですが、はい、あの時の印象ってのはいかがですか。そうですね、やっぱり後楽園ホールで負けてしまったんですけれども、あの時は引っ張っていけたのは全場のおかげだと思うんですよ。はっきり言って自分たち2人のおかげだと思うんで、あの時はすごい三田の良さっていうのが出てたんで、今日もその良さを出して頑張ってもらいたいと思います。三田選手頑張ってもらいたいという、南選手の言葉なんですけれども、南選手のタッグはいかがでしょう。最近ずっと組んでるんで、前は下田と組んでたんですけど、最近も下田とは全然組まなくなって、で南選手と組んでるんで、今日は前組んでた下田と戦うんですけど、大体もうやることっていうのが相手も分かってると思うんで、そこを気をつけて頑張ります。頑張ってください。対する青コーナー、下田美馬沼田彩美組です。沼田選手、はい、今日はね、先輩たちに囲まれてのタッグマッチですけれども、はい、意気込みを聞かせてください。今日は全員先輩なんですけども、思いっきり自分を出してぶつけていきたいと思います。下田選手、先日のね、後楽園ホールで、いろいろありましてですね、ラスカチョーラス解散かという声もあるんですけれども、今日の意気込みはいかがでしょう。この間、試合で怒られて、北斗選手行っちゃったんですけど、それから毎日毎日、どうやったら自分が変えられるかと思って一生懸命試合してるんで、今日も頑張りたいと思います。今日はね、同じラスカチョーラスの三田選手と絡むことも多いかと思うんですが、そのあたりは。でも一緒に組んでるからって絶対こっちも引けないし、だから頑張ります。期待します。頑張ってください。第4試合タッグマッチ、30分1本勝負を行います。青コーナー150パンス、沼田さえみ。同じくラスカチョーラスオリエンタルス、145パンス、下田美馬。赤コーナー、ラスカチョーラスオリエンタルス、165パース、三田悦子。同じく160パース、南鈴鹿。さあ、第4試合です。南鈴鹿、三田悦子、下田美馬、沼田彩美という対決ですけども、30分一本勝負、斉藤さん、この試合の見どころをちょっと簡単に。まあ、今までタッグを組んでいた下田と三田が、そうですね、どう絡むか、別々のチームに分かれて、はい、そしてそれぞれ沼田という、まあ、下から上がってきている選手、下って言っちゃいけないんですね、うん、まあ、はい、今、まあ、売り出し中の選手と、はい、ベテランの南がそれぞれ別々のチームについて、ちょっと異色のね、まあ、組み合わせとしては変わってますから、はい、一つ一つの展開をじっくり見ていかないと。そうですね、特に下田と三田は北斗がね、メキシコ収容中に、はい、なんとかラスカチョーラスをこう確立しなきゃいけないという状況がありますね。髪の毛も色戻せ、なるほど、やり直せということでしたね、お互いにシングル、まあ、これ今日タッグマッチなんですけれども、はい、こうやって敵と味方に分かって戦うことによって何か確かめ合うということもできるんじゃないですか。なるほど、なかなかやっぱりこれまではね、対戦することはなかったわけなんですけれども、まあ逆に相手の手の内その辺もよく知っている2人ですので、どういった戦いになるか楽しみなんですけども、さあまずは早い攻防。さあ固めた沼田のパッケージカウント1、うん、三田と南っていうのはこの先日の、はい、LLPW の対抗戦で、まあ、タッグを結成しまして、まあ、今後LL、まあ、4月もそうなんですけども、はい、ただ LL 絡みではこの2人はかなりタッグを組むケースが多くなってくると思うんですが、はい、というのは、まあ、身長的にもバランスがいいですし、うん、そうですね、大型チームって言えますよね。おっと、高角度のバックドロップ、そのまま押し込んだがカウント2、あ、これはだいぶ効きました。さあ、そして先輩に胸を借りる沼田が出てきたんですが、さあこれもだいぶ体格差があります。まあ、三田選手の場合は後半に対してはものすごくや強いという面が昔からありますから、うん、はい、
もうちょい言ったんですかね。弱いとは言えませんけど、プロレスが落ち着いている南選手、うん、なるほど。南はね、対抗戦の要するに隠し玉ですよね。だって超実力派ですから。それがね、この前場の中にいると分からない部分がありますよね。はい、ところがやっぱり他の団体の選手でやると、そのスピードがすごいあるとか、テクニックがうまいとか、まあ、レスリングの完成度がね、全然違いますからね。はっきりすると思うんですよ。はい、先日の LLPW の対抗戦で敗れましたけども、はい、まあ、試合内容では全然南がリードしてましたんでね。なるほど。だからまあ、あれは三田選手がカンドリ選手に、まあ、スリーパーを食らったという形でしたね。うん、ただフォール取られたのは南だね。まあ、最終的にね、フォールを取られたのは南ですね。ですけども、まあ、それにしてもそれまでの、ね、試合の流れ、まあ、完成度という意味ではやはり、まあ、本人も言ってましたけどね、自分が引っ張っていたというふうなコメントをしてましたけど、あとあの三田はですね、はい、新しくあのデスバレーボムっていうすごい必殺技を作りましたので、デスバレードロップ、ボム、あ、デスバレーボム、篠谷落としっていうんですか。篠谷落とし、なるほど、怖いですね。これはちょっと楽しみですね。スノーザーナイトボムの上を行く技ですよ。あ、そうですか。そうすると今日あたり見られますかね。うん、できれば、見たいですね。三田が自分がフィニッシュ取ろうと思ったらそれを使ってくると思います。なるほど、なるほど。この三田の上杖でね、こんなにすごいボムだと破壊力すごいんじゃないですか。体格的には三田選手本当にすごいですよ。さあ、その高角度で落とすという、まあ、どんな技かちょっとわからないんですけれども、ちょっと見たいですね。ただまあ三田もね、下田のこの対抗戦によってやっぱり自分が生まれ変わらなきゃいけない選手だと思うんですよ。そういう意味で北斗の怒りっていうのはどの程度どういう意味を、意味合いっていうのを分かってるかどうかなんですよね。さあ、メキシコで遠征している北斗に、まあ、どのあたりを、まあ、帰ってきたときにはね、成長していなければラスカチョーラスは解散という浮き目にも合うわけなんですけれども、この辺でなんとか進化を見せたいところを見た。さあ、強烈なキック。まあ、先ほどから何度かお話ありましたけれども、ダブルアームスープレックス、まあ、4.2 のね、4月2日の対抗戦オールスター戦なんですが、南三田はLLPW、半田、風間組、佐久間ということですね。さあ、ガッツプレー。きついですね、今のね。風間社長自ら出ますからね。ねえ、その中で、非常に楽しみなんですけれども。LLPW の過激ルネッサンスっていうのをどういうふうに示してくれるかですよね。はい。うわ。さあ、強烈なバックブリーカー。もうこの沼田と南っていうのは、これはもう本当に、ベテランと若手という感じで、もう格がもうかなり違うんですけれども、沼田なんとか体当たりで頑張ってほしい。下田がね、非常に表情がいいですね。そうです、校内待機してる。そうですね、燃えてますか。よく沼田に声かけてますしね。ピンチになると読みでちゃんとカット出てきますし、まあ若手がパートナーということもあるんでしょうね。さあ、その辺のコーナーにいる時の目つきがいいという下田。確かにアクション多いですね、今日はね。さあ、今度は沼田の反撃ですが、そうはさせない、させじと、もう難なく腕を取ります。この辺はやはり南、事実の強があります。エクニシャン、さあここでこの下田が出てきた。本当に下田の表情は今日はいいですね。はい、さあ今日は非常にハッスルしている。動きも心なしかなにはいつもよりかなりスピーディーな感じがします。さあ、フォーシームに出して髪の毛をつかんだの。これやっぱり沼田の分までね、下田やらないと。そうですね、その辺の自覚というのが出てきたんでしょうか。さあ、ベテランのテクニシャン南を攻め立てます。今日は非常に乗っている下田。まあ、北斗もね、今メキシコ行ってまして、はい、4月2日のカンドリ戦に備えましてね、メキシコで一応関節技を、ね、はい、習得してますから、はい、だからリンゴ面倒さにみっちりと座ったというふうに聞いてますけど、メキシコっていうのは実はすごく関節技の宝庫ですから。そうですね、我々がいろんな関節技ありましたね。見たことないような、あれですよね、日本で知られている関節技じゃないんですよね。要するに本当にメキシコ流ですよね。形がみんななんか変わってて。なるほど。だからどうやって入ってどういう形になってるのかわけは分からないですよね。難解なものが多いですよ。見た目にも新鮮ですしね、楽しみですよね。一つや二つじゃなくてたくさん持って帰ってほしいですね。そうですね、はい、それに
リンゴ面倒さから習ったというのが非常に夢があるじゃないですか。なるほど。やっぱり昔からの佐山悟のライバルだった、はい、あの伝説のレスラー、ね、ついに日本に来なかったレスラー。そうですよね。だからそうですね、それは夢があるなと思います。なるほど。今あのアルナメヒコの道場の先生やってますね。なるほど。さあどんな形で北斗が帰ってくるのか非常に楽しみですけども、まあ、ファンドリの得意な、ね、関節技を取得して帰ってくるあたりが北斗らしいですね。それで挑戦しようという、あ、まあ、挑戦というかそれで戦おうというのが非常に北斗らしいんですが、試合の方は沼田が今頑張ってるんですよ、はい、非常に頑張ってます。あのフェイスクラッシャーもああやってこだわって使ってるんなら、うん、いずれね、あれ自分の見せ場になっていくと思いますよ。なるほど、まあ、やはり若手はね、自分の色というかそういったものをまず出していかなきゃ、まず作っていかなきゃいけないという部分があって、そういう意味ではこのフェイスクラッシャーならフェイスクラッシャーこだわりを持ってね、やっていくというのは非常に若手が輝いていく面では必要なことだという気がしますけれども。さあ、そしてこんな4の字水着にさりげなく稲妻を入れてるんですよね。どういう意味があるかわからないですけどね。沼田ですか。はい、そういう、まあ、ちっちゃなところで ね、うん、下田が声が出てますけれども、三田がコーナーちょっとおとなしいです ね、はい、まあ、ベテランの南がパートナーということもあるんでしょうけれども、さあここでその三田、お、しかしさあこの野郎という闘志をむき出しにしてロープに振って、さあさすがこの辺は、うん、高さがあるからかなりダメージが大きい。そしてダブルチョッパー、これがズドンという音がするとすごいんですよ ね、迫力ありますよね。さあ三田の得意の、これもすごい音がした。ダブル毛先で言ってるんですか、これ。そうですね。そうですね。ここは下田カット、いや、やっぱり手下げるチョップを得意にしてたレスラー、ね、全日本女子なんかいましたから、はい、まあ、残念ながらね、バイソンは引退してしまいましたけれども、それをバイソンよりはもうダブルでね、あれだけ上手になりますから、これはちょっとしたら歯がいるからね、片手よりは両手の方がという感じがします、うん、はい。さあ、そしてバックを取ってバックトラップ、もうとにかくやはり身長が高いんで何をやっても破壊力ある。うん、これは危ない。カウント2。ただまだ三田にしても下田にしても、はい、新しい面はそんなに出てませんよね、うん、この試合に関してはですか。それとも基本に忠実にやるところが新しいのか、うん、なるほど、あ、帰ってですね、原点に帰って確認というんですかね、まあ、そういう意味ではあの大技の構造よりかもっとじっくりあの基礎をね、なるほど、まあ、そういう、はい、下田と三田があの北斗に変われと言われたのは、はい、レスリングそのものじゃなくて、はい、プロレスに対する気持ちの部分だったですよね。なるほどね、うん、まあ気合いなんてことよく言いますけれども、まだ気合が足りんぞというふうに控えすぎ、気合というよりは、うん、プロレスに対する取り組み方ですね、取り組み方、うん、試合に関するその気迫じゃなくて、はい、全部ですね。なるほどね。あっと危ない、カウント2で返しました沼田。しかしちょっとこれは沼田ロンリーバトルになってしまいました。さあここで満を持して登場の下田ですけれども、さあ南と下田の攻防、これは10分経過、10分経過、見てもすごい、はい、美しいですね。何かもう下田が2回転ぐらいしちゃいそうな勢いですけれども、これなんて技ですか。武者式バトル、武者式ってアニバルっていうね、選手のスペイン語で言ったらかっこいいですよね。ケブラドラコンヒーロー、はい、ケブラドラコンヒーロー、ちょっと言いにくいですけど、はい、でホーリーとちゃんとあの腕を固めてますね、はい、要するにこの風車式っていうのはメキシコで言うとボディスラムみたいな感じなんですよ。定番技ですね、割ともう誰でも使う技ですね、うん、そうですね、ケブラドラコンヒーロー。いますもんね、はい、さあそういった意味では浜南がしかしこの辺もうまいですね。
然話さなかったから、はい、すぐに切り返せるんですよね、はい、さあ今度は川津掛けだ。もう何か全ての技に円熟味を感じさせる。その南なんであんなに余裕があるんだろうと思うぐらい、今なんかもねちょっとこのね見た南三田組は先日山田豊太の UWA の世界タッグ挑戦して前に負けてますけど、はい、ね、かなりね前線してますんで、はいはい、あそういう意味では まあ、これからまだ面白いですよこのチームは、はい、かなり三田が良かったみたいですね。そうすると三田南のコンビと考えてよろしいんですか、うん、そういうことも多くなってくると思います。なるほ なるほど。さあ今度は得意のフライングネックブリーカーで反撃。あ素晴らしいね今の。もう一発外されたいですね最初に、でも諦めずにその後2発決めたっていうところはやっぱり下田選手はネックブリーカーこだわってますね、うん、おっとこれはカウント 2.8 ぐらいまで来ましたけども、かろうじて返した。そしてフィッシャーズ、これもありましたか、うん、ちょっと崩れかけたが、まあ、スピードが欲しかったという気がしますけどね。まあやはりその辺は巨漢の三田ですのでなかなか思い通りに上がらない。おっと角度が危ない。ちょっと今力がなかったですね、腕離しちゃいました。おっと危ない。しかし高角度のバックドロップ、あこれは今かなり危ない角度で落ちました三田。この辺りは体格が逆にハンデになってしまうというのが諸刃の剣なんですけれども、さあそして赤い沼田体当たりですが倒れない。もう一発、おすごい音がしたが倒れない。さあ闘志むき出しのファイトですけれども、あこういう見立っていいですね、うん、やっぱり体格を生かすってこういうことでしょ、うん、受けてね、どうだという感じの今のは素晴らしいですよね。そうですね、今までの三田には見られなかったコースですよね。やっぱ今まで自分の体格をなんか持て余してたっていうのがありましたからね。そうですね、持て余すって感じですね。このレグマネット体格を 120% まあ使い切れればこの人本当すごいレスラーになりますよね。ということはまだあの三田にしてももう7年目ぐらいの選手なんですけども、はいはい、まあ、これからっていうことですね、うん、まだまだ未開発の部分っていうのはありますね。逆にその辺が楽しみという感じがしますけれども、さあ今度はもう完成尽くされたという感じの南投手では本当この沼田選手は投手を感じさせますね。ああなるほどね。だから対抗戦なんか沼田がね本当先制隊でね突っ込んでいくっていうのも面白いんじゃないですか。なるほど。さあ大先輩に対して素晴らしいファイトをしました沼田。そして下田にタッチしてコーナーに振りますが逆に返してトライミングボディアタック、あしかしそのまま対応ちゃんと返しちゃう、返しました。さあカウント2危ない。このタイミングはよくホールを取られる返し技なんですけれども、おっとダブルでネックブリがドロップ下田も頑張ってますね、はい、場内からおおという大歓声が上がりましたけれども、おっと、うん、フェイスクラッシャー、これもいいですね。今のが綺麗に決まるようになったら素晴らしいね、見せ場になるんですけど、ね、はい、4次元殺法という感じがしましたけれども、さあミサイルキックから今日は本当にいいですね動きはね、技のつながりが非常にスムーズ。下田ボディースラムからさあトップロックから沼田何を見せるのか、おっとあちょっと飛んだ位置がまずかったですね。そうですね、ボディープレスを狙ったんですけれども、ここは百戦錬磨、南がよく見ていました。おうまいことか、うまい、今の体勢からね、はい、あの落とすのはデスバレボムだったんですよ、うん、うまく返しましたよね、うまく。いや同じ技は二度食わないぞという沼田ですけれども、さあそしておっとさらにトップロックから南が飛んだ、素晴らしい素晴らしい連携プレー。さあカウントよく返した沼田、今の流れるような連携は素晴らしかったんですが沼田もよく返した。さあそしてバックに回ってさあロープに呼んで何を見せる、あーとフェイスクラッシャー。さあそしてこちらも負けじと連携プレーです。おーっとこれは自爆同士打ち、沼田も技の数が少ないなりに少ないなりに、うん、一生懸命なんか同じ技でもね、はい、説得力のある攻撃をやってますよね。そうですね。さあズームストーンパイルドライバーカウント2で跳ね返しました。下田南はすごく余裕を持ってやっちゃってますよね今日は。そう、なるほど、余裕がいけないっていう人もいますけどね
りをエルボーで、お、これはさあ飛んだ、おお、すごい三田のトペはものすごい勢いで二人丸ごとなぎ倒しました。すごかったですね今のは。今ゴンって音がしたけど、後頭部をね強打したんでしょうか。沼田がまだ起き上がってきません。さあダブルのパワーボム、あ、しかし沼田が入ってきた。沼田選手っておそらく男のプロレスで言うとね、うん、全日本の菊池選手のような存在になれると思いますよ、はい、なるほど、ええ、あっとしかし反応を固めてのジャーマン、これは決まったか、反則に一瞬の返し技南、あ、やっぱりうまさではちょっと南選手はかなわないですね、はい、全くね隙のない完成度、満点の試合ですね、満点、はい、でもいい試合でしたね、はい、これは、はい、鈴鹿三田悦子組の勝利で終わりました。勝ちました、南三田組ですけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。もう100点満点じゃないですか南さん。でもあの沼田が結構頑張ってましたよね。あの多分下田と三田と私っていうのはあのよくローテンションとかで当たってますんで見飽きてると思うんですよお客さん。その3人の中に入って新人の若手の沼田がどれだけ食いついてくるかっていうので多分お客さんが見てたと思うんで、沼田が結構ね取られそうなんだけど返しちゃったりするときにすごいなんかお客さんがわーっと帰ってくれて、まあこの4人の中で沼田が今日頑張ったかなっていう。そうですか、はい、三田さん、はい、いやすごいトペを見せてくれましたけれども今日は自分で採点していかがでした。いやもうなんかいつも全然って言ってるんですけど本当にもう今もう相手のことを考えるもう以上っていうかそれよりもう自分のことしか考えられないんですよ。だから7年目にして自分のことしか考えられないっていうのはおかしいかもしれないですけど本当はっきり言って今はもう自分のことで精一杯で自分のことしか考えてないしこれからどうなるか分かんないんで自分のことしか考えてないんで。今日の、まあ、試合の課題っていうのは達成できました。でもいつも南選手にカバーしてもらっちゃってるんでこれを早く自分だけでできるようにしたい。はい、お疲れ様でした。おめでとうございました。